2002年の広島東洋カープでは、2002年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、2回目の山本、工事監督体制の2年目のシーズンである。山本監督2年目を迎えたチームはこの年、山本監督の親友の星野千一監督が率いる、半身にあやかるべく縦島のデザインを採用。 これが功を奏したのか4月を13勝11敗1分で勝ち越すスタート。7月には最下位独走の横浜を除く4球団で2位争いを演じるが、その後は阪神と4位争いに終始するも毎年恒例の夏場の息切れが響き、借金8の声位に沈んだ。投手陣は7年目の長谷川正幸がエースとして13勝を上げる活躍を見せ、それ以外では、 AS の黒田博樹やベテランの笹岡真嗣も奮闘し、リリーフではこの年、オールスター出場の小山田康や弘や広池康治などが活躍した。打撃陣では開幕後に主力打者の前田智則とルイス・ロッペスがベンチ裏で大喧嘩するハップニングもあり、3割5分打つと宣言していたロペスもモチベーションが低下。 結局かつての勝負強い打撃が鳴りを潜め通算6年間在籍したカープを去り、もう一人の外国人選手エディディアスもこの年限りで退団した。それ以外では11年目でベテランの金本智明は4番で奮闘するものの、この年のオフに FA で阪神へ移籍し戦力の弱体化が懸念され、翌年以降の戦いぶりに暗い影を落とすことになった。ありがとうございます。